驚愕の遠足ネバーランドへ行こう。飛行船アンパンマン号に着いたコンハズたちはジャムおじさんとネバーランドへ行ったお願いをした。とその時ピーターパンがいた。あれ、ティンカーベルは？思ったらこちらがティンカーベル。なんか髪型がいつも結ぶと色が違う。髪飾りが白になった。優しく一点カーベルと、そういうそのことに気づいた。バイキンマンとドキンちゃんとスミーとフック船長、クリントクローバーが海賊団ヤクザに悪いことを企んだ。ドラマも海賊たちと悪いことを企んでいる。あっちゃー、もうドゥドゥドゥ、俺がついてんぜ、俺がついてんぜ。ここでみんなは君は友達を歌っていた。とその時に、はい、ふうよねえ、バイキンマン、この前はよくもやってくれたな。なあ、ざあ、うわぁ、いやぁ、痛えな。うわ、アンパンチにはお前には効きやしない。ドキンちゃんもいます。え、君はドキンちゃん？遠足が台無しになる。そうだよ、本当に困る困る。遠足が台無しになってる。俺たちは戦えないんだ。そこでチクタクワニがフック船長を食べたり、ガブリギャー、スミー、あー、助けてスミー。ワニいいぞ、食べてしまえスミーのこと。あと、バイキンマンくんたちも、本当に、食べて。じゃあ、あー、なんで食べられる目に合わなきゃいないんだよ。ほら、チクタクワニくんに食べられてしまいましたね。頑張れ頑張れ、チクタクワニくん。ほら、応援してる場合じゃない。マッスルマッスルハッスルハッスル、追い払え。
ぐわー、バイバイキン。いやあ、やっと遠足が開ける。遠足行けるの？もう敵たちはブーブー言ってるんじゃねえか。こないだバイキンマンくんた、バイキンマン、アンパンマンとスネ夫とオネの3人がハンマーで殴った。でも敵をいじ、バイキンマンをいじめたのが悪かったんだな。あー今日はねえサボさん、バイキンマンたちはもう復活してないといいけど。ああそうだな、もう復活してはいけない。よさ者、外から来た。うーん、おい、ニスゴジラ川に落ちた、海に落ちたら危ないだろ。だからここ。あいてってってって。おい大丈夫か？う、うん。みんながお昼にお昼を食べ終わった後、その子チクタクワニは、早く戦いに行きたくてうずうずしている。なんと勝つ？チクタクマニくん、何をやっているの？なんだって？復活？あー、きつねー、もーまた復活してしまった。あ、このティンカーベルは俺様がいただき、キャバーブティンカーベルー。ああ、ここはやめろ。はあ、プチプチプチ、うわプチ、よし、とどめだ。バイバイキン。俺様と戦うのが怖い？いや、うん、褒め言葉じゃないけど、ずいぶん偉そうに言ってるな。怖いわけではないだろう。うわ、目が、目が、アンパンチ、ぐわー。
船長よし、緑の仲間、緑の仲間は悪者じゃないぞな。緑のグリーントリ、グリーンで4つ揃えれば、はい、チーズカシャ、はい、チーズカシャ、やっと行楽の遠足が楽しめるの。行楽の電化ベルを返すんだ。よし、ここは任せる。ガチャン。その頃、コンハルは電化ベルを返してあげた。これでようやく楽しいネバーランドができたのでした。ますます。ネバーランド。この後はどうする？ネバーランドの庭でダンスをしていた。